とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。先日、アップデートが来まして、カバンビルドが、下方修正されちゃいましたね。今まで使っていた人が、今後、どんな装備を集めていったらいいのか、迷っている人も多いのではないでしょうか。そこで、コメントをもらいまして、こんな装備もあるよっていうのを教えてもらいました。それ結構良かったので、紹介していきます。これ影の突撃ビルドですね。どんなビルドなのかっていうと、この影の断片を使って影化します。そして敵を倒す。で、この影の突撃で、魂の入手量を上げてますので、すぐにまた影化をして攻撃することができる。この影化の時にダメージが3倍になる。これを使って敵をガシガシ倒していくっていう方法ですね。俺はちょっとうまいことこのタイタンの鎧持ってたので運が良かったかな。影の突撃、そしてクールダウン、毒フォーカス、そして黄金スキルで魂の袋1がついてます。で、またタイタンの鎧はめちゃくちゃ良くって、回収する魂が 1.5 倍になります。そして 35% のダメージ軽減、20% のダメージアップまでついてる。素晴らしい防具だね。それに、覆われた怒り。必要なスキルはリフレッシュ、そしてアーティファクトシナジー。この2つは必須級です。で、弓は基本的に何でもいいと思うんだけども、俺は残忍な魂のクロスボウ、魂2回収のやつだね。それに流れ込む魂、そして球根をつけてます。できれば、ここにアイテムボーナスも欲しかったんだけども、それはちょっとついてないですね。はい、ということで、影の突撃ビルド、やってみましょう。それでは、デイリークエストの王の隠れ家、ここで試してみようと思います。まあ、とにかく、一撃のダメージがでかいので、これが3倍になるととんでもないダメージになります。そしてアーティファクトシナジーを入れてるとダメージが 1.8 倍になります。これがね、結構でかいんですよ。 1.8 倍になって、それにプラス3倍ダメージが入るようになりますので、大概の敵はワンパンで倒していけるようになります。まあ、最初若干ね、敵を倒しておかないと、なんて言ってんだ、倒しておかないとソウルがたまらないので、影の断片が使えません。影の断片は結構消費量が多いです。はい。たまりましたね。影の断片を使っていきます。消費量50だな。で、こうやって影化するでしょ。影化の時間も、30秒前後と結構長めです。で、敵の、いい場所に行って、いっぱいいるところね、にいて攻撃をします。はい。そうすると、かなりソウルも溜まりますし、一撃で倒します。で、クールダウンを入れて、影の突撃が4秒ぐらいで回復するのかな。なので敵の攻撃も受けにくくなっちゃいます。で、さらにドラを使ったりすると、まあ、ネームドの敵なんかもワンパンで倒していけますね。まあ、ボスなんかも多分ワンパンでいけるんじゃないかな。じゃあ、すっごい安全に、進んでいけますね。まあ、むしろね、敵をね、ある程度倒さなくていいのよ。ある程度、ガン無視して、先に進んで、で、こんな風に敵がいっぱいいるところで、倒す。うん。で、またすぐ影化をして、倒す。こんな感じですね。危ない。で、リフレッシュがついてるので、急なダメージを受けても、ポーションをすぐ使っちゃえば、まあ、リフレッシュで回復しますし、また、流れ込む魂が入ってるので、まあ、回復性能は抜群ですね。全く問題なく、回復していけてます。これね、クールダウンがね、2ついてれば、もうちょっとうまく立ち回れると思うんだけども、まあまあ1でも十分かな。で、アーティファクトは、まあドラが無難かな。影の突撃なので、影の断片は絶対必要。
で、キノコも必要ですよね。で、もう一個を、まあ一応ドラにしてるんだけども、アイテムボーナスがついてないのであれば、あれだね。アイテムボーナスがついてないならば、エレメントのカバンを入れていってもいいかなと思います。まあでも、ちょっと無駄になるかもしれないけどね。エレメントのカバンがあれば、パワーポーションが出るので、2倍ダメージを与えやすくなります。でも出なかったら意味がないので、やっぱりドラの方がいいのかな。使いたい時に確実に3倍ダメージを与えることができるので、まあドラが無難なんでしょう。基本的に、この影化中が30秒前後あるので、ほとんど戦わずに先に進むことはできるんだけども、ああ、そうだ、トゲです。トゲ。やっぱね、何にしても弱点ってあるんですよ。どんなビルドでも。で、今回のこの影の突撃ビルド、これの弱点は、トゲと、帯電かな。帯電もね、ちょっと対策しにくいと思います。さ、やっぱ、おお、倒したね。まあ、ポーションバリアなんかをうまく使っていけば、いけるんだと思うんだけどね。それでもちょっと難しいかな。いけ！かけか！もういざという時はもうね、すぐね、影化すれば、ダメージも受けなくなるので、いい感じですね。よし、来い。影化して、たくさんいるところで攻撃。で、溜まったらまた影化して、攻撃。で、俺のは、吸血までついてるので、HP もかなり回復します。OK。はい。楽勝だったね。ほんとこのビルド、めちゃくちゃ使いやすいので、おすすめです。必須なのは、防具に影の突撃、そしてクールダウン。まあ、この二つあれば、いいですね。影の突撃とクールダウン。で、武器は、覆われた怒りが一番いいかと思います。必要なエンチャントが、アーティファクトシナジー、そしてリフレッシュ。この二つがあればいいです。で、弓は別に何でもいいと思うんですけども、まあ、流れ込む魂がついてれば、すごく安定するようになると思います。また、アイテムボーナスだね。がついてると、パワーポーション、そして、影のポーションかな、あれが出やすくなるので、それでもまた安定感が増えると思います。アーティファクトは、卵、天狗だけ。なんでそこで切った？卵、天狗だけ。そして、影の断片。で、ここは自由なんですけども、まあ、ドラとか、あとは、エレメントのカバンとか、まあ、好きなやつ入れてください。多分、ドラが、一番無難かと思います。はい。ということで、これ、できれば探してみてください。かなり使えます。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。